こんばんは。こんばんは。こんばんは。もうこんばんはの時間か、早いな。でも今日こんばんはの時間か。でもいつもよりは早い。いつもよりは早いけど。こんばんは。こんばんは皆さん。もうさ、暑いんだけど。もう暑いんだけど、今日はくだらないとがあるので、ちょっと早めに配信します。ちょっと早めに配信する。くだらないとがあるから。くだらないと、くだらないと久々に出るかも。車庫の代わりに内海里奈がくだらないとに出るので皆さん見てください。ぜひくだらないと。22時半からくだらないとするよ。見てね。見てね、皆さんぜひ。いいね。ありがとうございます。急遽決まりました。くだらないと出てって。だからちょっと早めに配信するけど。今日はこの配信したらもう夜はしてないので、しっかり身を覚めてください。なんか本当にベレー帽をつけるかつけないか問題が発生してて今なんかベレー帽いらない気もしてきた。別の種類のベレー帽つけようかな。なんかベレー帽いらないかもとかと思って。でもなんかつけたい気分ではあるんですよ。でもこれじゃなくてもいいかなってかと思ってして、ベレー帽をつけるかつけないか問題が発生しててなんか別につけなくてもいいかなとかって思ってさ、でもちょっとつけたい気分だからつけるけど、このベレー帽じゃなくてもいいかって思い始めた。本当に暑い、めっちゃ暑い。本当に特に今日は、まあ、今からはお仕事だけど、くだらないとかだけど、特に今日は朝お風呂に入ってメイクをしてさっきメイクを終わらせてって感じなんだけど、まあ、暑くて仕方がないんだけど。普通に今日一日中クーラーを一回もつけてないんですよ。だからかもしれんけど暑い。普通にこの部屋光が入るけんかな。もう暑すぎて今靴下脱いだ。なんかでもまた夏日に戻るらしいですよ。またなんか夏の日に戻るみたいなこと言ってた。夏日やだな。ザーキーハートありがとう、ありがとう。襖の隙間机さんハートありがとう、ありがとう。安部さんハートありがとう、ありがとう。草刈木さんもハートありがとう。なんだっけ、稲みたいなやつありがとう。ススキ、クマポンもススキありがとう。ススキってなんだ。ススキってお米。ロコポコ結婚していいよー、ありがとう。ススキってお米なのかな。お月見暑くない。普通に普通に暑い。
え、もう今日本当にベレー帽をつけるかつけまいか問題が発生してるの。でも個人的にはつけたいの。でもこの種類のベレー帽じゃなくていい。それ2種類つけたんですけど、どっちもなんかしっくりこなくて、でも外したら外したらなんか嫌だなと思って、今日はつけたい気分なんですけど、もう超悩み中、超悩み中です。ゆねちゃんは今どうしよっかな。みんな昨日すだちキュン聞いてくれましたか？みんなすだちでキュン聞いてくれた？すだキュン聞いてくれましたか？すだちでキュン聞いてくれた？すだキュン、私がゼリーがゼリーを食べようと思ったらスプーンが入ってなくて、爪ですくって食ったっていう、爪でゼリーをすくって食べたっていう話がもうバレてしまいましたね。もう言う予定なかったんだけど、惹かれそうだから、ちょっと本当にそう、何か話すことないって言われて、もうそれしかないと思ってそれを言いました。爪ですくって食べた話よ。いや、なんかあのスプーンの蓋で食べるみたいな、スプーンの蓋でなんか食べるのはどうみたいなこと言われたんですけど、で蓋自体がなくて蓋も捨てちゃったから、もうどうやって食べようと思って、本当にだから爪で食べたっていうお話。俺も今度爪で食べる。え、爪で食べて。全然悪くない、でもちょっとなんか量はあんま少ないかなって感じ。でも前の話ですよ、もう今の話じゃないから。でも前の話だから、爪ですくって食べたよっていう話でした。今日前髪さ、ケープ振ってなくってさ、固まってないけんさ、なんかすごい動く、ちょっとめんどくさい、固めたいけど、ちょ今ケープなくて、家に買わなきゃいけない。爪で食べてみてください。すごくよくてさ、え、ほんと爪食べるって狂気。爪爪で食べたよ、爪で食べました。ねんたん、さこちゃんの代行、わかんない、代行、頑張ってね。え、頑張ります、頑張ります。さこちゃんの代わり急遽決まった。なんかベレー帽別の種類のやつつけよっかな。このベレー帽じゃなくてもいい気がしてきた。新しいベレー帽欲しいんですよね。なんか新しいベレー帽欲しいんだよな。みーちゃんこんばんは。なんで暑いか分かったかもしれん。なんか常温のトマトジュースを配信始まる前にあのガブ飲みしたんですよ。だから暑いのかも。なんでこんなに暑いんだろうと思ってて、まあでもクーラーつけてないのもあるけど、配信始まる前にもう一気飲みしてトマトジュース常温の、だからかもしれない、きっとそう、それが原因です。私がこんなに暑い暑いって言ってるのは。私はね、今日ね早起きしてね、早起きしてなんかもうちょっと外に出ようと思ったんですよ。そしたらなんかもう聞いてほしい、
もう早起きしたけど結局準備がめんどくさくてゆっくりしちゃって今に至るんです。配信を夜によってちょっと早めに出て、ちょっとあのサンリオショップでも行こうかなとかって思ってたんだけど、なんかめんどくさくなって行かなくなった。早起きました。もうねダメだ、本当に早起きしても気が乗らなかったらお外に出ようと思わないな。お仕事がある日はねちょっと早めにお外出ようとならなかった。さすがにメイクもよれるし、メイクもよれるしさ、ケープ振りたい、ケープ買おう。なんかケープを振ることによって前髪が崩れないっていう絶対的安心感があるんですけど、今の私はもうダメだ、前髪が崩れるっていうことしか考えられない、それで支配されてる、悔しい。そうモチベが上がらないとね、前髪を固めて、アイドルは前髪が命だから。こんばんは、こんばんは皆さん、あと後からここにお薬塗ろう。赤くなってきた。こんばんは、ダメだ。アルプスの牧場さん、タコありがとう。タコやばい、もう今まだ想像できてないんですけど、玄関出たらカメムシが何匹いるんだろうっていうことしか考えられない、怖くてちょっと無理かもしれん。カメムシもうやだ、昨日玄関の迷惑にいたんですよ。そいつが今生きてるか死んでるかっていう葛藤を繰り広げられてる。まっちゃんかわいい、ありがとう、ありがとう。ちょっと本当に、いやでもスプレーはかけたんだよ、スプレーはかけて放置したからどうなってるかわかんないんですよね。こんばんは、生きてるに一票、生きてるに一票か、死んでたらいいな、怖え、死んだったらいいな、なんかもう怖い、本当にもう生きてたら私が逆に死んじゃうでもカムシの死骸が大量にあるんですよ、玄関の目の前に、だからちょっと不安なんだけど、もうめっちゃ山奥に住んでる、もうね本当にね富士山ぐらいの頂上に住んでて、なんか富士山ぐらいの頂上に住んでて今広島なんですけど、だからもう本当にカメムシ寄ってこんだろうと思って、もう真横富士山見えるんですよ、頂上すぎて。本当にもう富士山と同じぐらい高いところに住んでるから、もう絶対にカメムシ登ってこんやろって思ったんですけど、大量発生してて、そうだ、まあ冬とかはほんまにもう雪とかもうみんなのレベルじゃなくて、もう富士山と一緒ぐらい、富士山と一緒の高さだから、富士山と同じあれなんだけど、そう富士山を富士山、ごめん兄さんハートありがとう。すごいでしょ、高級なんだよ、お高級、富士山と一緒のところに住んでるから。
こんばんは。空気は薄い？うん、空気薄い。空気薄いよ。澄んでる。空気澄んでます、めっちゃ。もうめちゃくちゃくすんでる。もう富士山のお水飲めるぐらいすんでる。この前玄関にクワガタいた。すごい。もう夏やん。レンちゃんなんか嫌だな。レンちゃん待ってよ、かんな星がごめん。レンちゃんこんばんは。カメスが生きてて気絶して幽体離脱してグダーナイト出よう。もうグダーナイトはね、幽体離脱しなくてそのままで行きますよ。ちゃんと準備したから。こんばんは。多分富士山ぐらい高い場所になると虫っていない気がする。そうなの？知らなかった。でもいるんだよ。実際に私が富士山ぐらい高いところに住んでてももう来ないって思ってってるのにいたから。いたからさ、絶対いるよ。表現してる私が。このうちみりねを何だと思っている。このこれが目に入らんのか。これがこれが目に入らんのか。これが今実際に持ってるこれ、これが目に入らんのか。もうこれ最強すぎて、これを出していけば何でもできるっていう技。これ見える？今持ってるんだけど。こんばんは。今日くだらないと誰なんだろう。ゆらちゃんと私とあずみんとあいこちゃんかな。あいこはん、ゆらりね、あず、あい、あずこ。どんな感じなんだろう。自分さ、くだらないくだらん、今回の今日放送のクラコン見てないけん、どんな感じでいよっかな。司会とかかな。どんな企画やったとかも知らんけんさ、その収録自分参加してないけん、どんな感じなんだろう。とても気になる。とて気になる。こんばんは。どれどれ、見えない、これだよ。君には見えると思ったんだけど。君には見えると思ったんだけど、これですよ。これどう考えてもこれだよ。レイちゃん天使だから天界にいるのだ。イエース。そうだよ、天界にいるんだよ。そうだよ、もうよく知ってるね。君はもしかして私の羊かな。すごいよく分かったな。そうだよ、私はもう天国にいるから。だからみんながいいことをしたら私はその分返しますよ、いいことで。みんながみんなの言葉通りに返すよ。みんなが素敵なことをやったら私も素敵なことをして返します。今日だいたい想像できるんですよ。家に着いた頃に絶対に光があるからカメムシが大量発生してて玄関に入れないっていう最悪の事態を今実感しているので、とりあえずカメムシのスプレーを持ち歩こうと思うんで、私はもうカメムシのスプレーを買っていきます。家にあるんだけど効かなかったら嫌だから、ちょっとカメムシ専用のスプレーを買っていこう。本当に無理、怖いよ。玄関に入れなかったら嫌だから。殺虫剤持っていこう。くだらないとに虫のカメムシ専用のスプレーを持っていくメンバーは初めてな気がする。私だけでしょ、くだらないとに持っていくメンバーは。カメムシのスプレーを。おさあ、カメムシのスプレー、おさあ。
みんな今日何食べた？ご飯。今日何食べましたか？教えて。私はトマトジュースを飲みました。配信始まる前に一気飲みした。あんまりカメムシのスプレー持ち歩く人見たことない。いや絶対おらんやろ。私だけやで絶対。カメムシのスプレーを持ち歩く人もう絶対想像できる。くだらないとか終わった頃にはもう絶対夜だし、もう絶対虫がいるっていうのが確信。虫っていうかもう絶対カメムシが大量にあの玄関にくっついてるっていう事態がもう想像できるんですよ私には。だからもう絶対に絶対に避けとかないと無理。そう持っとかないとスプレーを。多分もう死んじゃいます。私は気絶して怖いって言って死んじゃうから、持っとこうじゃないと終わる。うずみりねがしないと終わるんです。うつめりねが。みねちゃんがカメムシを見て泣いちゃいました。しないと終わるんです。うつめりねが。みねちゃんがカメムシを見て玄関に入れなかったんです。そしたらりねちゃんがカメムシを見て泣いちゃいました。未来の私は言ったんです。カメムシが絶対いるからスプレーを持つんだよって。そしたら泣いちゃいました。だからスプレーを持ち歩きます。私はえ、美味しそう。こんばんは。麻婆豆腐いいな。豚骨ラーメン。みんな今日何も食べてないのかな。姉ちゃんいつも可愛い。いやありがとうね。優しい。とっても優しい。ハロー。 My name is リネウツミ。ハロー。 Thank you。 Please subscribe。 合ってるかな知らんけど。チャンネル登録してね。インスタグラム、インスタグラム、あ、X、フォローミー。トシキハートありがとう。ありがとう。こんばんは。こんばんは。シュウマイ弁当、美味しそう。崎陽軒かな。リネちゃん、リネ泣かせたカメムシ許さない。怒って、もうプン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 って、って殴りまくって。怒ってくださいカメムシに。言い組みにしてるって。おいおいおいって怒っといて。岡山も参戦とか人狼出てくるようになりましたね。あーでも確かにそうかも。でも岡山結構有名な方多いよね。岡山県って結構有名な方多くない？岡山県は割と有名な方がいっぱいいると思う。千鳥さんとかもそうだし、藤井風さんとかもそうだし、内海里奈もそうだしさ、内海里奈もそうだしさ、ねねえみんな、内海里奈もそうじゃん。有名じゃん内海里奈も。ミリネも有名じゃん。ちょっと予定よね。ちょっと消しとこう。これ今日26か。おいじゃあおいじゃあ
パシーナブルの匂いで私どんどん枯れていけそう。X を見ます。こんばんは。もう本当にベレー帽つけようかつけまいか超悩んでる今。どうしよう、ベレー帽つけようかつけまいか超悩んでて、もうめちゃくちゃ悩んでて、ベレー帽つけようかつけまいが、つけようかつけまいがもう超悩んでてさ、でもつけたい気分なんだけど、この種類のベレー帽にするかしないかって悩んでる。難しい。まあええか、これつけようかな。これつけよう。まあいいや。気分的には反対側のほんとシンプルなベレー帽がいいんだけど、なんかそのベレー帽がなんか形が結構柔らかいから、なんかもうなんか変わってて、なんかすごい歪んでて、なんか変な形なんですよ。だからもうなんかちょっと歪んでるベレー帽なんか配信中に直せへんなと思って、鏡見えんし直すのもなとかと思って、もう超悩んでる。悩み中。悩み中。私ケケケケロケケケロケロ中。負けるくらいに溢れた気持ちは。TikTok 撮りたい、なんか TikTok 撮りたいな。ベレー帽の季節来た。すごいよね、わかる。なんかもう服が結構、服ちょっともうアクセサリーでちょっとジュエリアとかで、あのジュエリアとかでちょっと秋を感じたいと思って。くーがくん、いいね、ありがとう。まさぴょんもクマのバーン、ありがとう。クマパンパンパン、ありがとう。こんばんは皆さん、こんばんは。てててん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 、何でどこかわいいか嘘か本当か。じゃあ配信終わろっかな。ありがとうございました。30分だけだったけど、またやりましょう配信を。ありがとうございました。じゃあくだらないと見てね、みんな行ってまいります。くだらないとでね。じゃあ13位から。13位なまはげさん、ありがとう。12位マーシー、ありがとう。11位井戸の中とかじゃないねん、ありがとう。10位ジャーキー、ありがとう。9位草刈り機さん、ありがとう。8位としき、ありがとう。6位、7位アルプスの牧場さん、ありがとう。6位やすべさん、ありがとう。5位ふすまの隙間机さん、ありがとう。4位わっちゃん、ありがとう。3位ロコポコ、 Thank you。 2位くーがくん、ありがとう。そして1位がまさぴょんです、
ありがとうございました。ありがとう、サンキュー。ではさよなら。うつむりにはドローンします。ここでリタイア、リタイアリタイアしちゃう、ドローン。じゃあみんなくだらないと見てね、約束だよ。よろしくお願いしますよ。くだらないと、くだらないと見てください。ではさようなら。もしよかったらインスタグラムとツイッター X かっこ旧ツイッターとこの登録お願いします。ではドローン、さようなら。